Z23 型駆逐艦はナチスドイツ海軍が建造した駆逐艦である。Z31 以降は改良型の Z31 型駆逐艦として扱われることもある。連合国からは両者を合わせてなるべく旧駆逐艦と呼ばれていた。1936A 型駆逐艦は1938年度県間計画において発注された駆逐艦である。 最大の改良点は、主砲の代行径化であり、1936型までのドイツ海軍駆逐艦は主砲に 127mm 砲を採用しているのに対し、本型では 150mm 砲を搭載している。基本的な船体構造は1936型駆逐艦と変わりがないが、主砲の代行径化に合わせた改良が行われている。1936A 型では、 制裁効率向上のために内部構造や機関部の一部簡略化が行われている。アメリカ軍の 1936A 型の識別表、Z28 以外の 1936A 型は、建造当初はこの図と同じ砲塔配置である。主砲の砲塔配置は全部に1機、後部前よりに前向きの砲塔が1機、後端部近くに2機搭載されている。ただし、 Z28 だけは、後部居住区が大型化しているため、全部と後部に2機ずつ搭載している。当初の計画では、全部砲塔を2連装砲塔とする予定であったが、1936A 型の建造までに、砲塔の製造が間に合わなかったため前面の砲塔も、単装砲塔となっている。後に建造された 1936A 型では、 建造当初から2連装砲塔を搭載していたほか、1936A 型も Z23、Z24、Z25、Z29 の4隻は連装砲塔への換装が行われている。1936A 型の 150mm 砲は、軽巡の手法や大型艦の副砲と共通の設計で、砲弾重量 45kg、 方向初速 835km 毎秒、最大射程 23,500m と、それまでの 127mm 砲より強力なものとなっていた。ドイツ海軍は、第一次世界大戦末期にも 150mm 砲搭載の駆逐艦を建造した実績があり、また、ドイツの仮想敵国であるポーランド、フランス、イギリスの海軍が、 いずれも火力に勝る大型駆逐艦を保有しているので、これらの艦への対抗上をドイツ海軍が、自らの駆逐艦により強力な砲を乗せようとするのは、無理のない流れではあった。しかし、本来大型艦での運用を想定していた15センチメートル砲は、相対的に小さな駆逐艦の上では、様々な問題を引き起こした。人力争点、分離薬教式のため揺れる狭い艦上では迅速な、 射撃操作が難しい、炭素砲は開放式であり、荒れる洋上では法院が海水をかぶる、連装法は密閉式だが砲灯が60.4トンと、炭素砲の約3倍も重く、基本設計の変更なしに載せた結果監視浮力の低下、量な未性能の低下を招いたこの結果、大戦中トライバル級を含むイギリス海軍の駆逐艦や軽巡との戦闘は何度か正規したが、 ドイツ駆逐艦が互角、または有利に戦ったと言える記録はあまりなく、ドイツ海軍も次級以降また手法を 127mm に戻すという措置をとっている。1936A 型は 1936A 型と合わせて15隻が建造された。15隻中12隻はディースコーマグのブレーメン造船所で建造され、Z37 から Z39 までの3隻は、ジャーマナイアウェロフトのキール造船所で建造された。さらに3隻が発注されていたが、1941年に創作巡洋艦 SP1 型に設計変更され、その後建造中止となった。そのため、Z40、Z41、Z42 は、欠番となっている。本型以前に建造をされた。 ナチスドイツ海軍の1934型及び 1934A 型、1936型では第一次世界大戦において戦死したドイツ帝国海軍軍人の名前が命名されていたが、本型からは Z の監視記号と2桁の艦番号のみが付与されるだけとなった。 http://www.german-navi.de2011 年3月28日閲覧。ドイツ海軍の駆逐艦1939-1945-23ページ2021年3月7日閲覧。英雄的とされた人物なら、士官から可士官水兵まで階級は問われなかった。日本で簡単に、 プラモキットを入手できる事実上唯一のドイツ駆逐艦の級でもある。ありがとうございます。